ブレナーズの鈴木です。クラヒーシェルをご紹介したいと思います。このクラヒーシェルなんですが、どういうものかと言いますと、まずですね、ちょっとサイトプレビューを見てみます。はい。まあ、こういうものが今出てきました。こういったところをイメージしてほしいんですけれども、例えばですね、スクイーズページがあって、無料レポートを請求してもらう。でその無料レポートを請求してもらうときに、メルマガに購読してもらうと、そういった一連の流れですね。そうした場合にですね、必要になってくるのがスクイーズページと、それから無料レポートと、そういったものが入ります。それでですね、このクラヒーシェルなんですが、まずこのスクイーズページですね。このスクイーズページが5種類入っています。そしてこのクラヒーシェルの中には、この無料コンテンツですね、購読してもらった後のダウンロードしてもらうコンテンツが初めから入ってます。そしてもう一つがですね、例えばですね、これはもう出来上がっているスクイーズページなんですが、スクイーズページというと必要なものはこの購読フォームですね。購読フォームと、それからプライバシーポリシーのリンクの設定などがあります。通常ですね、こういったスクイーズページを作るときには HTML のファイル、HTML のファイルにメルマガの購読フォームを取り付けたりですね、それからプライバシーポリシーのリンクをつけたりとか、そういった編集の作業をしてからアップロードすると、そういったのがまあ通常の設定の仕方なんですけれども、この今回のですね、提供しますクラヒーシェルというのは、設定機能が初めからツールとしてですね、内蔵されています。ではですね、今からそちらの説明をしたいと思います。はい、これがですね、クラヒーシェルの今管理画面のログインですね、ログインページです。ここからですね、まあ、インストールが完了しますと、こちらにログインできるようになります。でインストールもですね、非常に簡単にインストールできるようになっております。まあ、必要なスキルとしてはですね、まあ、通常まあホームページをまあ、簡単に編集して FTP ソフトを使ってアップロードできると、そういったスキルのある方であればすぐにですね、まあ、5分もあればインストールできる仕様になっております。でもちろんデータベースなんかも使ってませんので、複雑なことは一切ないです。でインストールが完了しますと、すぐにログインできるようになります。はい、で中に入りますと非常にシンプルです。初期設定というところがありまして、ログインパスワードですね、これはログインするためのパスワード、このクラヒーシェルにログインするためのパスワードを変更するものです。その他の項目としてはプライバシーポリシーのリンクですね。はい、これはご自身で使う人にですね、準備しておいてもらう必要がありますが、プライバシーポリシーのリンク先の URL を設定します。そしてこのスクイーズページというところで、1番から5番まで好きなものをですね、選択してもらうことができます。そして最後にメルマガ購読フォームの HTML タグ、はい、これをですね、こちらに貼り付けてもらいます。で設定をしますと、これで完了です。あとはですね、こちらですね、ダウンロードコンテンツというのがあります。これはですね、もうインストールが完了しますと、このように説明とリンク先のアドレスがこのように自動的に出るようになっています。で、この URL をですね、メルマガ、まあ、このスクイーズページ、クラヒーシェルですね、クラヒーシェルを使う人がですね、設定するときに、自分自身のメルマガの設定ですね、購読が完了したときにですね、このダウンロード先のリンク先を、まあ、購読者の人にお知らせしてくださいと、そういったですね、設定になっています。もちろんこちらをクリックしてもですね、ダウンロードできるようになっています。はい、そして、まあ、スクイーズページはですね、これ切り替えましたので、まあ、どんなものが表示されているか確認したいときにはですね、サイトプレビューというのがありますので、こちらを押しますと確認できます。ちょっとこれページの構成がですね、まあ、似たような形なので分かりにくいと思うんですが、ちょっとビデオのですね、このスクイーズページの例としては中にビデオが入ってます。はい、今設定したの3番のスクイーズページですね。
まあ、例えばここでですね、切り替えると瞬時に変更することができます。はい。今別のスクイーズページに設定してみましたので、もう一度プレビューで見てみます。はい。まあ、ちょっと変わったのが分かりにくいので、ちょっと中身のビデオをちょっと動かしてみます。はい。まあ、こんな感じですね。でもちろんですね、一度購読フォームと特殊法、あ、ごめんなさい、プライバシーポリシーのリンクは設定しておけばですね、どのスクイーズページを作っても正常に動作するようになっています。はい、以上がですね、クラフィーシェルですね。はい、ぜひですね、あなたの、ビジネスに活用いただきたいと思います。ありがとうございました。